自動車電話。自動車電話とは、自動車搭載の電話機による移動体通信である。受話機と機械部が分離された通信機器で、陸上の基地局で公衆交換電話網と相互接続されるシステムとな、いる。自動車電話は公衆交換電話網に接続する移動電話サービスの技術であり、後に普及する携帯電話システムの元となった。初めての 公衆交換電話網と接続された自動車対象の移動無線電話システムは1946年にアメリカミズーリ州のセントルイスでのサウスウエスタン・ベル電話会社による手動交換接続式自動車話だと言われている。このサウスウエスタン・ベル社による自動車電話は手動交換接続であったため電話交換手を必要とした。 周波数には 150MHz 帯に 60kHz 間隔で 6CH の割当てしかなかった。そのため同時通話可能数が少なかった。また、トランシーバーと同じく同時通話のできない単身式であり、一つの基地局が受け持つ範囲も半径20から 30km 前後の非常に広い範囲でカバーする大像、公式で移動に応じて、 通信を途切れさせることなく基地局を変更するハンドオーバー機能がなかった。1961年に 400MHz 帯が割り当てられて同時通話可能数が増えた。さらに1967年に自動交換式のサービスが開始された。なお、カナダでは1947年に手動交換式のサービスが開始された。ドイツ、旧、 西ドイツで1950年に手動交換式のサービスが開始された。スウェーデンで1951年に手動交換式のサービスが開始された。イギリスで1959年に手動交換式のサービスが開始された。フランスで1969年に手動交換式のサービスが開始された。日本では民生用以前から警察、消防、 防災行政業務用に移動警察電話、移動消防電話、防災行政無線電話のシステムが存在した。多くは本部長、部長など幹部職員が本部や関係機関と連絡を取るための専用回線として使用されていた。これらは副診方式の無線機を単に優先網に接続しただけであり、日本において現在の携帯電話に続いていく方式は口実の NTT 方式となる。民生用として、サービスインしてからは、自動車、乗用車内で連絡を取る、必要性が高いビジネスマンや新聞記者、政治家、官僚らが使うハイヤー、車用車、個人タクシーの連絡用途に設置されることが多かった。稀にタクシーで乗客が使用できる、通話料金の数制の自動車電話が設置されていることもあるが、2000年代前半以降は、 かなり希少になった。1980年代に規制緩和に伴う新規事業者参入により競争が発生し料金が低下し土木建築現場やイベント会場などの遠隔地での通信手段確保の用途に広がり現在の携帯電話の下地を作った。携帯電話の技術進展により自動車電話と遜色なく通話等利用できるものになったため 規模は10万契約を割っている。NTT ドコモ AU、旧日本移動通信が展開していた PDC 方式第2世代携帯電話の自動車電話はデジタルカーホンの製品名となっている。移動中でも高品質で安定した通信が可能な第3世代携帯電話の進展に伴い2002年以降新規展開を大幅に縮小した。 2000年代には携帯電話が大きく成長したことで自動車電話を取り巻く状況は大きく変化し2000年代後期になると新規顧客や利用者がほぼいない状態となり機器も通話や旧世代のデータ通信 9600BBS ショートメールしか扱えないシンプルなタイプは過去のものとなりつつあったまた複合機器では日産のカーウィングスのように既存の携帯電話と はじめ情報端末、カーナビゲーションを接続したり、車載情報端末が携帯電話の通信モジュールを備えたものなど様々な携帯によってテレマティクスが展開されており、DCMG ブックサービスで音声通話を含めた無線通信を行うための車載型無線電話機のような携帯になって今後も発展していくと考えられている。 1954年に日本電信電話公社電気通信研究所によってアナログ携帯電話の経譜につながる移動電話システムの研究が開始された。研究所無線科の岩井文彦、森永隆博が中心となってシステムの開発が行われた。1961年には手動交換式の自動電話システムが誕生した。1966年には 全自動交換方式、ハンドオーバー可能な本格的な自動車電話方式の開発着手。1967年には全自動交換方式に改良した16無線チャンネルを使ってのハンドオーバーを可能とした世界初の本格的な民間用自動車電話として開発を完了した。しかし、当時使用可能であった 400MHz 帯では、 帯域が狭く加入者容量が十分でないとの判断で民間用としてはサービスが見送られ、1970年に都市災害対策用の持ち運び式の電話システムとして計23区に導入された。その後、より広い帯域を確保するために 800MHz 帯が開発され、民間用としては世界で初めて1979年12月3日に、 本格的な自動車電話サービスが開始された。収容可能移動局を増やすため、一つの基地局あたりのカバー範囲を半径数キロメートル程度にする電波の利用効率の良い肖像の方式とし、帯域の広い 800MHz 帯を使用し、ハンドオーバーを可能にしたものである。当時機器類は全て電電公社からのレンタル品であり、保証金20万円のほか、 月額基本料3万円、通話料が6秒で10円と非常に高額であった。このため当初は大手企業の社長など経営幹部の社用車に設置され、後部座席に座る幹部と本社の緊急ビジネス連絡用に使用された。自動車電話は自動車のバッテリーから伝送品として給電されるが、その電源を電話機に搭載し、可半式としたものが ショルダーホンである。1980年代に登場した携帯電話の原型となる受話器型の機種は大ぶりであり、1991年に超小型機種シリーズのモーバが登場する以前の移動体通信は、ショルダーホン、自動車電話及びポケットベルが主流の時代であった。別冊宝島には1985年のサブカル流行の一つとして、ショルダーホンが紹介されている。 1993年に PDC 方式のデジタルモーバの登場により自動車電話もデジタルカーホンシリーズとなる。2002年7月に NTT ドコモの当時社長であった立川啓二が不採算となっている自動車電話サービスを終了することを示唆したが機種の販売を継続してきた。しかし2008年11月末にモーバサービスともども自動車電話も 新規申し込みを終了。2009年1月にやはりモーバとモドもサービス自体を2011年度いっぱいで終わらせることが発表された。2009年7月31日には自動車電話などの新規レンタル申し込みも終了し、予定通り2012年3月31日にサービスを終了した。1985年の原電公社の民営化などの 通信自由化政策が行われ、1988年以降、新規参入第一人として、QIDO、DDI セルラーグループ、現、AU が自動車電話事業を開始した。アナログ方式、デジタル方式の自動車電話を出してきたが、1999年に、カーフォンライト M101HA、DDI セルラーグループ C005 なず、 IDO を出した後は発売していない。au も、どこも同様に、第三世代携帯電話に、事業の軸足を移しており、自動車電話サービスについては、テレマティクス型へと移行しつつある。コンビニエンスラジオフォン、CRP、コンビニラジオフォンは、放棄上の名称は、簡易陸上移動無線電話通信で、800MHz 帯を利用した大ゾーン方式で、ハンドオーバー機能がない。 ゾーン制御等の複雑な制御は行わない、公衆交換電話モード、相互接続される自動車向け移動体通信である。ゾーン内の同時通話数の少ない地域向けに、基地局、移動局のコストを抑え、自動車電話の普及が遅れていた、地方都市に安価な自動車電話を普及させる目的で開発された。情報化による地域活性化を目的とした。 郵政省のテレトピア構想に指定された地方都市の一部でサービスが行われていた。同時通話が可能なチャンネル数が少ないため、通話時間が1回3分に制限される、自動車電話からの発信しかできない、携帯端末の小型化が進まなかったサービスエリアは基地局から 20km 圏内となっていたものの、俯瞰地帯が多かったなど、使い勝手の悪い部分があった。 1989年11月から各社が順次サービスを開始したが、PHS、携帯電話の普及と通話料金の低価格化による競争の激化で経営不振に陥り、1997年7月までに全社がサービスを終了した。なお上と先の携帯電話会社は周波数を携帯電話用に転用することを目論んでいたため、全社ともに、 サービス終了後に事業譲渡が行われた。以降は日本における携帯電話を参照。日本では携帯電話などとともに1999年11月から運転しながらの通話が道路交通法により禁止2004年11月から無条件罰則対象されたため運転者は停車中だけしか使ってはならない半フリー仕様等は 地方自治体の定めた禁止条例のない地域のみ対象外、運転中に通話、操作を行うことは非常に危険であるとされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。